どうものりくんでーす。今、マスクを買いたくても買えない、そんな状況ですよね。女性の方、マスクについたファンデーション、よく落ちるので必見です。それでは、スタート。それでは、まず、マスクにあらかじめ、このようにファンデーションをつけておきます。はい。まず、こちら、ワイドハイター EX を使っています。水 500ml 使いますので、こちら、ワイドハイター EX を 5cc、小さじ1杯分ですね。ジッパーバッグに入れます。そしてこちら水を入れます。よく混ぜます。で、混ざりましたら、マスクを入れてきます。こちら口を閉めまして、軽くもみ洗いします。はい、そうしましたら10分か15分ぐらいつけておきます。はい、続きましてこちら歌麿リキッドです。こちら中性洗剤ですね。こちらは 500ml の水に対して、歌麿リキッド 0.5ml です。測ってみましょう。こちらをジッパーバッグに入れていきます。水を入れます。はい、よく混ぜます。そしてマスクを入れます。で、口を空気を抜いて口を閉めていきます。はい、軽くもみ洗いします。そうしましたら、またこちら10分から15分ぐらいつけ置きしていきます。はい、それではこちらのワイドハイター EX のやつですね。こちらもう結構綺麗になったので、ちょっと開けてみたいと思います。どうでしょう。こちらにファンデーションをつけておいたんですが、綺麗に、落ちてますね。それでは、すすいでみましょう。そうしましたら、こちらタオルで水気を取っていきたいと思います。そうしましたら、干していくんですけども、こんな感じでハンガーに、洗濯バサミをつけて、こちら、隅の方でちょっと型崩れを防ぎたいので、こちら隅の方に挟んでいきます。こんな感じですね。
これで干していきます。はい、続きましてこちらの豚まろのやつですね。こちらもちょっと綺麗になったようなので取り出していきます。水ですいでいきます。はい、タオルで水を切っていきます。こちらも、ファンデーションきれいに取れてます。はい、マスク1日干しました。こちらがワイドハイターで洗ったマスクです。ファンデーションもしっかり落ちてますし、匂いも特にないですね。ワイドハイターはファンデーションが落ちるのも早くて、除菌効果もありますのでおすすめです。こちらが豚まろで洗ったマスクです。ファンデーションもしっかり落ちてて、匂いも特にないですね。豚まろは肌にも優しくて環境にも優しい洗剤ですので、こちらもおすすめです。実は今日マスクしてたんですけども、それはこちらですね。これ前日にワイドハイター EX で洗って再利用したものなんですけども、特に毛羽立ちもなく新品のように使いましたので、どうぞ一度捨てる前に洗ってみてください。それではまた会いましょう。